最後に都議会議員であった東徹の後継者としてここ住之江を舞台に初陣を飾ります。永井広大深井候補、皆様方へのお願いと決意ございます。皆さんおはようございます。永井広大深井議員候補です。つい昨日までは住之江区の府政対策委員ということでずっと活動してきましたけれども、今日から9日間は深井候補ということで頑張ってまいります。私が住之江にやってきましたのは昨年の8月です。8月末の東徹参議院議員の盆踊り大会に呼ばれまして、そこで初めて皆様の前でご紹介いただきました。そこからすでに7ヶ月間が経過しました。この7ヶ月間本当に大変苦しい長い道のりでした。皆様の一軒一軒、皆様のご自宅マンションに一軒一軒訪問させていただきました。その数およそ1万7000件、一軒一軒回らせていただきました。駅立ち街頭演説の数、朝と夕方昼も含めて200回以上やってまいりました。その回数もすべてこの7ヶ月間すべてはこの9日間この瞬間のためにやってまいりました。ここまで大変辛く長い道のりでしたけれども、皆様のお力をお借りしてなんとかここまでやってまいりました。先ほどもこの司会候補のお二人、東徹参議院議員からもありましたけれども、何としてでも今回の戦い勝たなければならない、そう思っています。大阪を変えなければ絶対に日本を変えることはできません。大阪を変えるには絶対に大阪都構想が必要なんです。私も2年前維新の政治塾入りました。そこで政治のことを勉強させていただき、絶対に大阪を変えるにはまず都構想、大阪を変えれば必ず日本全体変えていくことができる、新人の深井候補にしては大きなことを言うじゃないか、そういうふうに思われるかもしれませんけれども、32歳です。まだまだ志高く持っていこうと思っています。ぜひとも皆様お力をお貸しください。この9日間負けずに一番先頭を切って走ってまいります。先ほど申し上げました一軒一軒訪問した数、駅立ち街頭演説の数、維新の中の候補者の中で絶対に一番だと思っています。東徹参議院議員の後継者として恥ずかしくない戦い、皆様に顔向けできる戦い、この9日間行ってまいりますので、ぜひとも最後の1秒まで皆様のお力お貸しください。よろしくお願いいたします。